アキラソースです。 F1 女子のキャリアモードに挑戦、シーズン11シンガポールグランプリ予選の方をやっていきたいと思います。今回ですが、我がトロロッソまた、アップグレード一つだけ入りまして、ちょっと戦力は上がったんですが、まだまだ直近上位フェラーリには届かず、完全に最下位一人旅という状況になっております。しかし次のロシアで大規模アップデートが2つ成功すれば入りますので、そうすれば一気に一つ上のね、このフェラーリあたりぐらいまではギュギュッと上がるんじゃなかろうかと思いますので、まずは戦力を中段ぐらいにして、しっかりね真ん中でポイントを争っていきたいなと思います。ということで今回のシンガポールなんですが、予選決勝ともに晴れの予報なので、雨の心配はなさそうなので心配せずに走っていきたいと思います。そして、市街地特別ルールということで、市街地の AI 難易度が、今回75になります。ちょっとフリー走行でね、難易度、FP1 は85のままで試して、FP2 は60で試して、FP3 で75で試したところ、75がね、一番チームメイトとのタイム差もあんまりないという感じの、一番いい塩梅の、難易度でしたので、ちょっと苦手な市街地はちょっと下げ目で、今回は75とさせていただきます。さあ、それではやっていきましょう。ああ、壊してしまった。さあ、帰ろう。ああ、嘘、アウトラップなんですけど。アウトラップなんですけど。今なんか二足失ったぞっていうのに気を取られて、なんかしオーバーリーになってしまった。まずい、アタックできない。いや、どうせもうフリー走行ので10グリッドダウンね、決まっちゃってるんでね、ちょっとこの先ここでね刺さっちゃった時に後続が来て接触しちゃったんで、2台にねそれぞれ5グリッド5グリッドダウンのペナルティをもらってしまったので、もう予選はね10グリッドダウンは決定してるので、もうほぼほぼね最下位からスタートは決まってるんで、あんまり予選を走る意味は確かにないんですけど、アタックが決まらん。ウイング壊してばっかだ。よし、ラストアタック。まずはタイムを普通に残したい。とりあえずタイムは残せそう。早いかどうかは分からん。全然ダメや。FP3 じゃ普通な感じ、アルバンとの差は普通な感じだったんですが、あ、でも普通な感じですね。FP3 で75で試したときはアルボンよりちょびっとコップ
早いぐらいだったんですが、まあちょっとお気に入ったっていう分を加味すると確かにちょうどいいですね。あ、やっぱ難易度的にやっぱちょうどよかったですね。さあ、結果的に、ちょっと最後のアタック1回しかできませんでしたが、最後の1回で、まあ多少お気に入った結果、チームメイトよりはちょっと遅いタイムになってしまいました。ただ、もうね、フリー走行で10グリッドダウン決まってたのと、エンジンコンポーネントをどうせもうね、悪い、予選が下なんだったら、エンジンコンポーネント一式を新しくしようかなと思いますので、どのみち60グリッドダウンになり、全一式交換の60グリッドダウンもプラスで10、多分70グリッドダウンになると思うので、最後尾からね、ゆっくり決勝の方は走っていきたいなと思います。さあ、どうせ最後尾スタートなので、まあ、ミディアムハードでもいいかなと思ったんですけど、どうせ前がね、先にピットインして、その後ステイアウトして、第一スティントを引っ張ってからのミディアムしようかなという気がしますんで、まあ、こうしましょう。で、どうせ序盤ね、ペースも上がらないだろうし、ついていけない気がするし。ちょっと今日は、今回は結構諦めております。ということで、やっていきたいと思います。さあ、スタートタイヤを見ると、ハードタイヤスタート私だけですね。大半がミディアム。ソフトも少数派。さあ、アルボンにくっついていけるでしょうかね。苦手な市街地。そして一人だけハードというのは ついていけない可能性が高いかもしれない。さあ、キャリアモード、シンガポールグランプリ、ブラックアウト。さあ、ゆっくり行きましょう。安全運転、本日のテーマも安全運転。序盤は我慢する。おっと、直線なんか離されますね。めちゃくちゃ離される。さあ、気をつけよう。もう1周目なんかフォーメーションラップに毛が生えたようなもんだ。 序盤はこのままついていければ御の字。さあ、こういうどん詰まりになるところは注意。なんかちょっと置いていかれてる感がある。直線で離されますね。なんか立ち上がりとか。とりわけ直線が全然エネルギー、ノーマルミディアムじゃ全然歯が立たん気がする。ドアトラックリミット。危ない危ない。さあ、アルボンがペレスに襲われている。やべやべやべ、ちょっと見た。緩めすぎた。早い早い早いよ。
今離されまいとちょっとオーバースピードになって滑ってしまった。いやーでも今は入れませんね。黄色だしな、これは粘るしかない。AI75 ついていけん。フリー走行の感じだとすごいちょうど良さそうだったんですけど、そうでもないな、レースになると。また怒られちゃった。おお、はは、はい。ああ、ぶつけないだけよかったけど。ちょっとイン側乗りすぎちゃったな。ちょっと今回は安全運転運転というレベルではなく、普通に市街地が下手すぎて、75でも厳しかったな。やっぱフリーとレースじゃ違いますね。多分60だとやっぱ簡単すぎたとは思うけど、まあ70ぐらいにはすべきだったかもしれない。おっとっとっと、おお、危ねえ危ねえ危ねえ、今かすったぞ左のウイング。おや、ピットイン、ソフトタイヤ勢がピットインしたんですね。さあやっと一人旅が終わりました。まあ言うてもね、戦えるあれではないとは思いますが、一人じゃないだけで、がぜんレースが楽しくなってまいりました。さあ、ガスリーについていきたい。できればついていきたい。置いていかないで。うー、いやー、じりじりと小さくなっていく。前のマシンとの差は 1.6 秒。フェラーリとのマシン戦力差は一番そんなにないはずなのに、まあないと言ってもちょっとあるけど、こっちがダントツ最下位すぎて。でもガスリー予選がタスクめちゃくちゃ良かったですよね。ワースト2位のマシンで3番手予選とか取ってた気がするんで、すごい頑張ったようです。あー、小さくなっていく。いや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 、おー、危ねえ。危ねえ。乾燥するだけで難しいですからね。やばい、これは動画の撮れ高がなさすぎる。これ編集したらめちゃくちゃ短い動画になりそうだ。全然一人旅すぎてカットだらけ。絡むところがほとんどない。さあ真後ろにペレスが来た。ちょっと待って、行かせない。膨らんでしまった。ちょっと突っ込みすぎてしまった。あー、危ない。あー、慌てるとダメだなこのコース。慌てるとゴテゴテになっちゃう感がある。よーし、ストロールは蓋するぞ。
シンとの差は 1.7 秒。たー、全然スピードが違うんですけど、さあここ注意、オーバーシュートしないように。このシューも抑えたい。さあアルボンよ、早く追いつくのだアルボンよ、ユーのために二人なろう。低次元のレベルの争いですが、何位だよっていう、最高、最下位、脱最下位な感じなんですが。ストロールを蓋するゲーム。もはや。抵抗する、抵抗するぞ。さあこの直線逃げ切れるか、めっちゃ速かったんですよねさっき。お、もうここからスーパー、やべよそ見しすぎたよそ見しすぎた、バックビューよそ見しすぎましたやってもうたいやもうめちゃくちゃギュイーンってくるから、ちょっとそれを見ようと思ったらちょっと見とれすぎましたね。ここちょっとゆるーく左に曲がってるの忘れてましたわ今あ、後ろジョビナッチになってる。よし、じゃあジョビを抑えて。アルボン、追いつけ。でも結局私が蓋することになっちゃうっていうね。ジョビだけを抑えて、アルボンだけを前に出すなんて、そんな器用なことできないし。アルボンがジョビを自力で抜いてくれたら、アルボンだけは生かしてあげるんですが。さあアルボンよ、自力でジョビを抜いておくれ。さあなんかピットアウトしてきた誰かとも、誰かとも合流した。さあ続々と寂しくなくなってきたよさせない。ちょっと危ない。さあアキラトレイン形成中、アキラトレインがだんだんでかくなっていきます今何台いる、後ろがジョビ、アルボン、マグヌッセン。前のマシンとの差は 3.0 秒。さあアルボン、ジョビを抜くんだ。
自力でアルフォンだけ行かせてあげる。さあこのトレイにもう一台加わりそう。クビさんトレインへようこそ。アキラトレインへようこそ。さあその後ろハースのもう一台も最後尾につきそうですね。ハース2台も閉まった。ああ、クビさんに行かれた。ちょっとやっぱ箱膨らんでしまう。クビさんにパスを許してしまいました。今度はアキラトレインを潰したかったんですけど、あー、やってもうたー。アキラトレイン解消してしまった。いやーでもちょっと楽しかったな、トレイン作るの。邪魔してやったぜーっていやー落ち葉やっぱこうか、仕方がない。さあピットにしましょう。これは完全に一人旅ですね。全くもう半周ほどほんと人がいない。これは大幅にカットですね。いやー2回目のウィング交換。さあこれでラップダウンになったかな。なった。もう先頭がどこかわからん。ちょうど今後ろ来るぐらいかな。さあ今ラップダウンになったぐらいかな。さっきみたいに蓋するゲームもできない。蓋するゲーム楽しかった。ラップダウンになっては蓋をするゲームもできない。さあ、ついていけるかな。このマクラーレンズについていきたい。充電は十分。ERS のデプロイメントを上げてペースアップしよう。あ、ついていけそう。序盤やっぱハードが重い状態のハードが苦手なだけで、真ん中になってからのミディアムとかは問題なさそうですね。でさっきウィング壊したピットイン後に前が40何秒空いてたのが30何秒になり30秒切りと、まあ
動画上ではね、かなりカットしてるんで多分出てこないと思うんですけど、多分カットするんで出てこないと思うんですけど、普通に一つ上よりは全然いいペースで回れていたようなので、やっぱ中間重量以下の軽い状態になると、あ、75で釣り合う。確かにフリースコでも走ってなかったですね。プログラムを消費するのって結構もう普通にね、5ラップ以内のカルタンの状態のタイヤのね、あれとか燃費のシミュレーションとか予選タイムとかで、まあ、ちょうどアルボンとの差がないぐらいのちょうどいい感じの実力に見合った難易度が75ぐらいだったんですけど、そういえば重たんの序盤のタイムとかそういう見方をしてなかったんで、序盤の重たんが苦手な私からするとちょっとそこがついていけなかったと。カルタになるとついていけると。やっぱ序盤の重たんが下手くそなのが課題なんですよね。タイムシートをグラフにすると、まあ、みんなね軽くなるんで、普通最後ら辺がタイムがねどんどん上がっていく右肩上がりのグラフになるんですけど、私の場合はその右肩上がりの角度がかなり急になるんですけど、まあ、それカルタンが得意というよりかは逆に重たんの最初の方が遅すぎるっていうだけなんですよね、マヒリに比べて遅すぎるんで、終盤の方がこう右肩上がりの角度がね、鋭角になると言いますか、もうちょっとなだらかにしたいですよね、前半の落としすぎないように。で、発見したんですけど、私ピッチをこのぐらいの距離感で結構走れたりするんですよね、最近。ちょっと今こづいちゃったけど。で、同じ感じで行くの、プレステだとすごい難しくて、なんでかなと思ったんですけど、フレームレートとか関係するかもしれないですね。もうこっちはヌルヌル動いてくれるんで、こっちの PC 版の方がなんかテールトゥーノーズで行きやすい。ちょっともうこれはノリスをストーカーする練習に切り替えよう。これ抜いたところでね、ブルーフラッグ振られなくなるまでに差がつけられるかと言われると、その前の車を抜きあぐねるとすぐブルー振られて結局譲んないとってなっちゃうんで、これはちょっと前の車をストーカーする練習だ。この間出した動画のようにちょっと練習にしていきましょう。ぴったりと。ちょっとノリスペースが上がらなそう。ふっとい。さあ合わせる練習。おっと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 、後ろ、ごめんごめんごめん、ちょっとブルーの、あいつの間にか。よし、じゃあガースリー君をストーカーしていきましょう。しばらく後ろは大丈夫そうですね。気づかぬうちにブルーを振られてしまいました。さあ大好きなガースリー君をストーカーしていきましょう。燃料に1ラップの余裕がある。燃料ターゲット。
あ、ノリズ抜いちゃったけど、すぐまたブルーく来るからあれだな。ブルーの位置じゃないぐらい。あ、でもノリズちょっと遅いですね。見してるんでしょうかね。さあ、このままガスリーについていってもブルー振られなそうですね。よし、このままガスリーのストーカーをしていきましょう。もはや練習走行。まあでもノリスの方が遅かった分、もうちょっとテールトゥーノーズでくっつきやすかったですね。安全マージンがあるんで遅いとガスリーの方がペースがいい分、さっきのノリスほどにはくっついていけなそう。あー、でもシンガポールでこの練習していった、した方がなんか練習になる気がするな。とっ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 と、ちょっとこずいちゃった。ちょっと危ない。ねえ、序盤にこういう走りができてればね、まあ、慣れてきたってのもありますけどね。今大したことはないが、フロントウィングをぶつけたぞ。やってしまった。せっかく楽しかったのに。ああ、ごめんごめん。さあ、これでほぼほぼ全員にラップダウンされてしまったでしょうか。ちょっともう行かせよ。フラッグが出てる。道を譲って後続を先に行かせろ。さあ、またピットインして最後に、よし、ソフトで楽しく走れますね。よし、そうしよう。よし、プラン F しよう。プラン F、 この最後のスティントでソフトを履いてる人は他にない。よし、プラン F。 さあ、プラン F、よし、プラン F 成功。さあ、早いマシンが来ているぞ。これはブルーフラッグの領域から逃げられると思う。ペースが違う。
よし、逃げた。あ、いや、また来た。逃げろ。よし、ブルー会長。あ、またブルー出た。出たり解除したり、出たり解除したり。ブルーフラッグ解除ゲーム。よし、解除。ああ、最後のオチ。ちょっと今日は3回もウィングを壊しました。まあ仕方ないな。お、花火。さあ、ワンラップダウンで済んだといえば済んだのか。もう2ラップダウンぐらいしてるかと思いました。相変わらず花火が綺麗。いやー、途中蓋したりね、蓋するゲームとストーカーするゲームはちょっと楽しかったですね。ちょっと全然レースじゃないんですけど、レースじゃないなりにも自分なりの楽しみを見出せた楽しいレースだったかなと思います。怒られた。ウィナーが姿を見せます。いやー、全く。では最新のドライバーズ、はい、ということで、残念ながら、まあ、完走再開という、最初からちょっと分かりきっていたような結果になってしまいました。それではハイライト見ていきましょう。さあ、ちょっとウィング壊しまくったところばっかり残ってるかもしれないですね。さあ、これは蓋してクビッサにはちょっと前に出られてしまったところ、そしてスピン。また取られてしまいました、スピン。恥ずかしい。これはガスリーのストーカー練習の時のスピン。これは最後ですね。これは最後。いや、もう全部乗っかってくれましたね、自動ハイライト。なんでこういう時だけ優秀なのか。はい、ということでシンガポールグランプリ、また結局いつもの位置におりますが、まあ市街地はね、最初からこうなることはほぼほぼ分かってはおりましたので、まあ気を取り直して次行きたいと思います。次のロシアは、好きなところなので、まあここでまあドライになってくれれば、またイタリアのような再現ができるといいなと思っておりますが、まあ天気次第ですね。ということで、今日の放送は、今日の動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。それでは、またね。